ムービー始まってもうたわ。私これ初めてやる。あれは確かにね。もしかして葉っぱの生えた遭難者？葉っぱ人や。葉っぱ人や。段取り段取り。段取りバトル。せやな、段取りバトルやで。初めてではないけどね、段取りバトルは。穴に逃げ込んでしまったぞ。葉っぱの影響で混乱してるのか。あやちゃん、オッチン、至急レスキューするんだ。ここ段取り試すところ。段取り繰り返す。段取り上手くなる。すること簡単。制限時間までたくさん運ぶ。それだけ。バトルじゃない、もしかして。ここのお宝全部俺作った偽物を持って帰る。できない。ここのピクミン野生のやつ外に連れて帰れない。だから永遠に段取りできる。俺幸せ、お前も幸せ。いや別に段取り中なってるよ、うん、うまくいってもいかなくてもご褒美に資材をくれてやろう。ありがとう。俺を連れて帰りたければ段取りいいとこ見せてみろ。いや、OK。なるほどね。じゃあまずは増やすか。前のピクミンに直行。それな、投げて倒したらいいから。オッケー。それは集めすぎちゃう。あ、ごめんごめん。運ぶつもりがあったとは思うけど。なんかめちゃくちゃな動きするの。これタックル。これタックル。いや、ピクミン増やしてるんや、今。いや、ちゃうちゃうちゃう。あー。もう行くしかない。しっかりー。あれよ。旅スキン、旅スキン。狙う、定めていいか。行け、みんな行け。ここにいるの呼んで。オッケー。オッケー。手運んでもらう。そう、どっからするかしっかり考える。そうなんよ。しかさっき行ったところからまた逆のところに行くのが。ちょ、左左でポケモンピクミンが。ピクミンを増やしてんねや、効率よく。ここにいんねんから。即戦力。運ぶんか、運ばへんのか。運ぶ。即戦力いた方がええやん。違う、なんか、動きがもう。動きは分からん。すごい、もたもたしてんな。何が？え？さっきのピクミン。噛んで。噛んで。段取り繰り返すためになる。危ない。ナイス。これ引っ張るか、先。で、こっちは呼ぶ。え？何してんの？なんか来てまうで。まだ来てるで、そこに。ええの。うん。パンチ。もう意味わからへん。もう動き全然意味わからへん、普通に。いや、もうこんなんもうやってないで、もう終わってるから、あっち。もう行った方がいいって、絶対。ちょうだよ。いや、全然ちょうどちゃう。今、トゥドゥドゥドゥン言うたんやから、ちょうだよ。こっちにも運ばせよ、これ。うん。これも運ばせる？え、それはこそ運ばなくていいと思ったけど、まあいいか。あ、結構近くでいいのか。40はなぁ、運ばな。で、これ行くか。あれやる。うん。あ、てか、これを壊した方がいいか。そうやね。オッチン呼んで。オッチン以外も呼んで。左にもうビッグ見たい。もうビッグ見たやん。オッチンあれやで。もう一番弱い状態やったら貫通できんで。どういく？あー、まず取らないか。まあ、じゃあこの3匹こっちに回すわ。いや、もう戻ってきてるやついるって絶対。うん、そやな。いいよ、先ほらそれよ。あ、そうか。どこ行く？右じゃない？右？地図あんの？あ、地図あるんや。どこ行く？右の上じゃないの？あ、まあこっちにもあるから足りるかわからへんけど。そうだよな。あ、オッチンがいればあと1個くらい運べるでしょ。うん。そっち行くんや。ここはなんかある。お、あ、ピクミンがいた。ジャンプ。葉っぱにした方がいいのかもわからへんよな。いや、まあそうかもしれんけど。これ適当に来たけど、これ運ぶか。で、ここタックルしたら多分出てくるわ。ピクミンが？うん。動いてるもん。あ、すごいね。勘がいいね。これ運ぼう、左の。さっきこれちゃう。あ、これ運ぶものちゃうんや。あー、これを辿ってくれるんちゃう、ピクミン。そりゃそうやろ。あー、そういうこと。ここに投げればってこと？うん、そう。でもこの辺の運ぶか。ね、うん、先に。はい。これオッチンでいいや。これオッチンでいいわ。え、なんで？逆に、え、なんで？違うよ。さっきあの、金塊運んだ方がええやん。私、金塊運んでる間にオッチンでいいやんっていう意味やった。ああ、そう。うん。え、縄の登らすって言ってたけど、登らせへんのね、結局。ちゃうやん。これを往復するときに、登ってくれるんちゃうっていう意味な。そりゃそうやろ。うん。だから別に今登らしても、って感じやん。これオッチンで、地図見る。あ、最後だな、うん、だからさっき金塊優先でよかったよ。どう考えても。ピクミン呼んで。さあ、見応えある段取りだ。ありがとうございます。
これ手伝わせた。いや、いらんいらんいらん、マジでいらん、それは。でもあとこれ2往復でいけるやろ。ほど足りてんな。ここ登れるんや。おお、お前も登れるんや。それは意外。私はそこの縄を登らせたらもう自然と金塊運んでくれると思ったけどな。いやー、まあ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 、なんとかまあまあやりましたわ。全部やれたんでね、一応ね。飛ばせんこれ。パーフェクト。はい、40。まあ3でね、はい、コンプリート。この辺は鍛えましたんで。軽くね。軽くね。その時よりは全然効率悪かったけどな、うん、お前仕事早すぎ、目が回る。どういうこと？資材30個ご褒美に持ってけ。ありがとう。こいつ救助できるか。あ、でも寝たな、まあ、できるんちゃう。救助できそう。あら、気絶しちゃった。一体何がしたかったんでしょうね。さあ、今のうちに外に連れ出しましょう。これでコンプか、この場所は。もう夕方や。まあ、一応6分の1で時間流れてるからな。そうやな。もじゃもじゃで誰かわからないが、とにかく救助するんだ。まだ中に入られても厄介だ。洞窟の蓋を閉じたままにしとこう。じゃあ、青で。で、あっこ、目の前のとこ拠点解放しようか。うん、行くぞ。拠点解放ちゃうわ。移動。あ、でももう 99% やわ。これで終わりやわ。あ、なるほどね。オッケー。はい、早く。急げ急げ。急がんでいいよ。変なとこ持って行ってまうから、ピクミンが。あ、青増やすか。オッケー。オッケー。最後の一人。ID 情報確認。ラッセルさんなら何とかできるでしょうか。ああ、これか。ID エラーか。久しぶりにこいつ手に入った。葉っぱ人になると生体認証できないようだな。我の科学は通用せんとは。これ何回か見たんちゃうの。いや、これ初めて見たよ。ラッセルがいる中でやったの初めてやから。あ、そう。うん。はい、100% でーす。はい、100% になりました。ありがとうございます。おめでとうございます。なので、この後は一応、まあ、ピクミンを増やせるだけ増やして終わりにします。そうだね。終わりの時間を待ちましょうか。うん。はい、じゃあここ 100% にして今日終わりましたと。はい、8日目探索終了と。2人救助しました。いや、まだ分からへんやろ。 100% 集めたキラキラエネルギー、こんなもんと。100%。 はい、コンプリート。ここで言うねん。もう分かってたな、さっき言うたやん。うるさいな。3匹ほど赤ピクミンが死にましたと。あのせいで。しかし何度見てもお宝というのは不思議なものだな。本当ですね。誰が何のために作ったんでしょうか。作ったんじゃないんじゃないの。例えば初日に見つけたお宝。作ったんやろ、人間が。いや、だから別にお宝として用意したわけちゃうやん。進歩の原石には開閉式の機構があるんだか。雨が降るとこれが開き、雨風から身を守るのかもしれないな。そんなん手に入れたっけ。その考察多分間違ってると思います。何のこと言ってるか全然わからん。全然わからんかった、私も。さあ、早速この仮面。やっぱりあれなんだね。やっぱり夜は夜、昼は昼で一日使っちゃうんだね。うん。じゃあ今回は夜行きましょうか。はい。この早足で。夜を駆け抜けていく。あ、また日だまりの庭やん、また。アーケードをどんどん歩いていくんちゃう。そういうことね。白亜の櫓。レディゴー！機械の種植える、まず。大事なとこも危険度1とかでそんな使ってられへん。どうせだって種になるで余ってるから。10匹で1匹種とかやから、5匹で1匹か。あ、そうな。うん、ああ、じゃあもったいない。松のこの前の感じから。はい、じゃあ夜来ましたー。じゃあまずは増やすフェーズ。ノランディ、ノランディ、突撃した方がいいから。うふぅ、光ピクミンについてまた分かったことがあるよ。どうした？次々分かんな。そうやな。突進？光ピクミンは強烈な光、そうなんや。おー、すごいやん。あー、突進的なこともできるんやね。X 長押しすると光ピクミンが、突進すると光の玉になってまうと、どうしても。そのエネルギーを一気に解放すると、フラッシュバーストになるんだ。すごい科学的やな。その光を原生生物に浴びせると、眩しくて減るんちゃうだね。うふふ、強いやん。な、もう、乗らんでいいね。そやな。コンパートは。まだ乗った？いや、勝手に乗ってまうね。X。いいぞ。まずは増やします。足が速いよー。足が速いよー。ゴー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 。いや、一回左行こう。右。これも運ぶか。うん、そう、それ運ぶ。あとさらに右も、ああそこにもある、そこにもある、そこっちやな。ああもう始まってる、もう始まってる、始まってる。乗るか。乗らんでいいんちゃう。え、突撃したやろ。突撃はだって、新しい突撃使わへんの。そっちの方が強いって。あ、そう。うん、ダメだ。何してんねん。降りて。新しい突進使った方が絶対いいやろ。今回氷みたいに。ナイス、ほらこれでヒルムやから。なるほど、ね、でオッチもう行かせる。ナイス。あ、呼ぶ必要ないんだっけ、これって。うん。地図見よ。じゃあ、まず右、来てるっぽいから行くか。うん。ヘル。ヘル。数が揃ったら、守りに徹してね。いるな、左のやつやる？どうする？うん、やるでしょう。
落ち、違う、一旦落ちんとついてればいいと思うせやな、ゴー、もう一回落ちを助けた、オッケー、いいね、強いやん、うん、十分強い、乗らん方が良かった。せやつ言うた通り。ああ、許せねえ。なんでも最初から乗らん方がええ言うてたんだ。ちょっとライフが心配だな。また改めて乗るかが意味がわからへん。地図見よう。あ、あれ使う？ん？オッチン。ああ、オッチンボーン。オッチンボーン。いいよ。ボーン使おうか。いや、いらん。正直。下、下、下、下。言うても9個か。オッチンボーン。うるさ。初めてのオッチンボーンやのに、はぁ、くしゃみでも。ああ、いっぱい投げちゃった。うん、どうしたらいいの？わかんない。B、B とか押したらあかん。あ、消えたわ、とりあえず。B でや。あ、かんかんかん、こい。チャージして。GO! これで当たる？これ、うん。当たったわ。こいつらに物理的なものは関係ないから。いいよいいよ。あ、そっちにもいる。うん。あ、や、これも、まあ、いいか。いや、いいやろ、別に。そして、チャージして。あ、でもまだあかんわ。せやな。まだあかんよ。今や。いいね、オッチン。オッチンここに置いとくかな。うん、オッケー、回収回収、待て、まあ、これあれは破壊されてもいいしな、うん、別にな、どこ行くねん、こいつでかいな、めちゃめちゃ、そうか、気のせいや、気のせいではない、めちゃめちゃでかい、そうか、いつもそんな大きさじゃなかったっけ、こんなでかいわけない、地図見よう、うん、新しい種類としても全部倒したんちゃう、あ、ほんまや、うん、わあ、すごい、全然生物が全部いなくなっちゃったね。イージーでした。超スーパーイージーやったな。まあまあ、慣れればこんなもんや。よくやった、あやちゃん、おちん。はい、9日目、夜の探索、成功と。ナイス。余裕やな、夜の探索一番簡単かもしれん。これで一人助けられるってことか。まだだからまだ難易度1やから。お、やる気も上がっていくと。はい、増えましたね、だいぶ種が。お疲れ様です。ありがとう。君も夜の探索に慣れてきたみたいだね。次から好きなところに光の水を集めに行ってもいいよ。なるほどね。なるほど。パイロット探しもこっからが本番です。葉っぱ陣をたくさん保護してどんどん治療していきましょう。なるほどね。そのことなんだけどよ、ちょっと待ってくれねえか。なんで？もしかしたらパイロットはまだ葉っぱ陣になってないかもしんねえんだ。まあ、どういうことですか？よくよく考えたんだがな。犬を連れた葉っぱ陣に追いかけられて、気づいたらパイロットが消えてたってだけでよ。俺様はパイロットが葉っぱ陣になった瞬間を直接見たわけじゃねえんだよ。うん、え、そうなんですか？じゃあ僕たちはどうすれば、いや、探せばいいじゃん。やることは変わらへん。うん。とにかくあの葉っぱ人をとっ捕まえれば、パイロットの手がかりが掴めるんじゃねえか？なるほど。てかてか？例の葉っぱ人の捜索を優先してくれ。なるほどね。承知しました。そうです、そうです、そうです。緊急会議終了する。探索とかめー。まずはこいつの治療から。早速治療を開始します。ペッタン。はい、コピーだよー。ナイス。アイコピーのところ絶対にあやわいわい。誰？おばさんや。これあれちゃう、高校生ちゃう。なわけないやん、こんなでかい。民間の公務店の親方。親方なんや、このビジュアルで。そうなんやな。桃山製やって。桃山製。請求、救助した者のアフターケアも我々の仕事だ。これ聞いたわ、お前。じゃあ探索に行きましょうか、うん、今日は。ほいじゃあ今回は青ペグも増えたことやし、常滑の浜辺に行きましょうか。うん、あのボス倒しに行く、上にいた、まあ沈みてから考えるわ。あそこは一回行ってもいいけどな、段取りバトル、 こんな感じね、ここ段取りバトルよ。あ、そう、左はとりあえず左回りで行こうか。あ、そう、はい、おすすめこちらです。もう一匹謎の羽じゃない何かがおすすめなんやね。あ、ほんまや。うん、白、白、紫、いいわ。行こう。こいつとりあえず倒す。水で溺れたらだるし。あ、これいけるわ。そう、オッチ、水で。ああ、水泳。もう投げたほうが早い。うん。呼んで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 。プラさんで、え、このままで。うん、あ、なんかいいかな。ジャンプできる？お、俺はいけるんか。あ、でも奥からでもいけたし、まあいいか。じゃあまずは段取りバトル行きましょう。はい、またあの葉っぱ人です。パイロットかもしれません、倒れてるのは。左側絶対あいつだよな。オリマー。もうあいつオリマーだよ。確定だわ、私の中で。じゃあ段取りバトル行きますか。風雲段取り。やばいやん、段取りやれば急に3やで。この前2やったから。あ、そう？ 1 個ずつ上がってる。ほんま？それだけ。
待っていたぞ。お前、試すため、新しいルール考えた。新しいよ、こんな。説明は後は覚悟してかかってこい。説明は後なのに覚悟してかからなかった。やばいやん。左から。何で2匹投げた？あ、これ1匹の方がよかった。うん。これもう1で。これ、もう1個投げて。それ、こうしてもらっといて。ほら、もうこうなるやん、はい、2匹投げたら。あ、そうだ。うん。おい、投げへんかったよ、今。まずしてくれよ。早すぎて。あ、オッチンが運んでくれてる。ナイスナイス。これ5でここやな。オッケー。めっちゃ早い、相手。もうレモン、プレ、ライムか。ライム運んでる。プレミア品、なるほどね。我々もライム取りに行くか。なんかハテナ出た。お、何ですか。これがハテナカプセルだ。あ、取るとアイテム。あー、マリオカート。ほんまや。 Y で使えるやつ。運も段取りのうち何が出るか分からない不思議なアイテム。アイテムを使えば段取りはかどる。どんどん拾ってどんどん使え。 OK。 これが新しいルールなんか。うん、そうや。干渉できんってことかな、今のとこ互いに。うん、タッチしたら取れたね。 OK。 どうすんの、どうしたらいいの私。いや、 Y はまだやな。これ2投げて。ナイス。これ？それもったいないけど、ええよ。これも2投げて。え？早く2投げて。2投げて？あ、ごめんごめん。この辺もやっとくか。これ1でええよ。あ、そうな、わかる。だから、暇、見えてるから。いや、わかるわかる。アイテム取る、アイテム取る。わい、押してわい。ここね。うん。アイテム取って。いい。これ。こっちに行かせるか。ちょっとペクミ回収しよう。もうそんなに答え当たりした方がいいから。金取る？どうする？金取るか。突撃はちょっともったいないけど、いいでしょう。これこっちに回収しよう。そやな。で、ここはこっちに回収したら箱ああ、そういうこと、うん、ああああ、まあ、いいか。アイテム取ろう。アイテム、アイテム使おう。なにこれ、わからへん。はい、左の箱ぼ、左の、あ、この、うん、それ箱ぼ、これ箱ぼ。これどれ？1個箱ぼ。1個、いや、さこれはオッチに運ばせたら遅いからな。ピクミンに運ばせた方がいいわ。ほんで、オッチンで、あの、カニ倒しと、あの。オッケー。うん。また、こうか。カニ。あ？なんや？これが祝福のオフランスだ。とても重いが価値も高い。レア物の宝。これ取るか。なるほど。これ運べれば勝利に大きく近づく。行こう、それ、うん、取りに行こう。まあ、それ奪いに行った方が。え、なになに、あ、分からへん。わい、押したらなんか。ええ、でも投げて。オッケー。これな、ここやろ。あ、そうやな。運べそうやな、全然。あかん。乗って突撃やな、それは。うん。あ、でもやれるわ。なんで、あれが発動したか分からへんけど。30。何や、何や、もう突撃押してや。なんで突進な。間違えた。X や。こうね。うん。足りひんわ。ギリ足りひん。え、戻ったらいるでしょ、ピクミン。あ、そう、もうずっとここで置いとくん。まあ、一瞬なんで。ライム先、あれやわ。あ、ライムこれ？あ、もう帰りでいいか。せ。はい。1、2。はい、ここ1、2、3。はい、ここ1、2、3、4、5、6、7。はい、はい、ここ1、2、3、2でよかった。危ない。あ、もうコーナー、これ呼ぼうや。うん、どれこの山は敵に取られたから。なコーナー1号んなら、ギリギリの勝負やね。これなんで取るか、この辺。え、なんか投げてもた。 Y 押したいんだけど。 Y 押して。押したんやけど、あ、なんか敵が変なところにワープしたわ。あ、そうなん。うん、それプラス、それは Y はもうすぐ押した方がいいやろ。あ、これ、うん、あ、こうね。うん、まあ、何乗らへんのかなって。これ運ぼう。押していく。うん、これいけるか。突撃押して、突撃。もちろん押すやん。勝った。あいつ殺しに行こう。ナイス、めちゃめちゃ死んだ敵。もうついでに運んでもらおう。あれ、これ増えへんのやったっけ、重量。あ、左。1増える、左。ここ段差乗り越えられるわ。ナイス、突撃。オッケー。あ、敵も相手も。これやばいよ。いや、来てるから気をつけなあかんで。これ、あ、なんで、あれ、私、ブイ君どこ行った？今乗ってるやん。ああ。違う。こうよ。あ、これ、岩落ちてくる。
危ねえ。ああ、まだ落ちてくる。これも運ぼう。これ、これ、オッチンに行かす。いや、いや、よ、呼んで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 。うん。これも諦めろ。あ、そう勝てんから。この、カキ。この金塊。金塊運ぶ？X で、ナイス。さく。ピラミン回収剤、完了です、ね。これ食われるな。全然こっちの方がまだ買ってるで、でも。うん。まあ、さっきので。さっきのは30以上の価値があったんやろな、きっと。なるほどね。乗れてないやついるんや。ああ、そいつやってくんね。投げて。いや、いいやん、別に食られたって一匹くらい。それも分かったやわ。ひどー。もう終わり。プレミア品で差をつける。なるほどね。おもろかったね。これは2人やったら盛り上がるよ。あ、これ30以上あったっぽいな。いいね、相当な価値があったね、オフランスは。オフランス取ってよかった。我々4つしか集めてんもんな。あの死体も重さだったから、あの感じやと。じゃあ死体もポイントにはなってる。あ、そうなんや。知らんかった。プレミア品をっていう話ね。今回も素晴らしい段取りだった。あとはバカジタ。ありがとう。任されたわ。はい、まずは一人。一匹と言った方がいいでしょうか。もう羽で運ばせるか。三匹。はい。ゴー。宝出ました。サイコロ水やな。水で、うん。見てんの？でもこの球根、球根。これ、こう！オッケー、ナイス。はい。いい感じ。非常にいい感じ。あ、ほんまや。あか。いや、でもこうでいいでしょ、これで。ナイス。ほい。一匹ずつ、確実に。青の方が、青の方が、ええよ。オッケー。ほい、じゃあ水に運ばすか。何、スポンジって。スポンジ。ああ、スポンジってことね。スポンジってことねえや。スポンジや、スポンジ。上やろ。これ氷でも、あ、これ黄色ちゃう？あ、一回行く？これで。あー、やるね。出てきたね。回避してから行きます。オッケー。ナイス。ナイス。これ100とかいるんちゃう？ 100やわ。ゴー。ギャオ。ナイス。全員降りてるけど。じゃあ、心置きなく。これはね。食べられる？食べられる。だからタイミング見て B をしたらいい、うん、なるほどね、うん、投げていいじゃん、うん、一旦ね、一旦様子を見る。さあ、欲張りすするのか。 OK！ 何？拠点。ああ、拠点ね、拠点あるやん。難しいな。足速くなったから、視点操作が難しくなってんの。あ、大丈夫やったね。うん。移すか。運ぶか、もうこれ。もう、100ぐらいあってもおかしないけどな。ま、この、20。全然いけるわ。はい。はい、10日目。10日目。1人救助しましたと、葉っぱ陣を。うん。ね、キラキラエネルギー。ひたすら、ひたすら。せやな、溜まってくな。もう1枚いくわ、うん、キラキラエネルギー。41% と。3匹くらい死にました。はぁ、あ。これが激辛エキスか。見るからに辛そうな色をしてるな。久しぶり。そんな、初めて撮ったわけちゃうのな。激辛スプレーの原料ですからね。ちょっと舐めてみますか？いいよ。そうだな。舐めるんや、シェパード。隊員が使用するものに万が一のことがあってはいけないからな。どれ？使うんは、オッチンと。辛い！使うんはオッチンとピクミンやけどね。そやね。そんなに辛いんだ。よかった、舐めなくて。動きが素早くなって仕事の効率も上がるそうですよ。そうか。とはいえ、人体に使用するには、それなりのリスクを伴いそうだな。人体には使用しないからいいんちゃう？